はい、どうもこんにちは、テイラーです。今回は iPod Nano のケースを紹介したいと思います。こちらを買ってきました。 iPod Nano 2012年モデルのハードケースです。これはこちらの第7世代の iPod Nano に対応しているハードケースです。では早速ね、開けて装着してみたいと思います。はい、ではね、開けてみたいと思います。まず裏面が透明になって、裏面からケースが見れるようになっています。今回ビッグカメラで買ったのでね、こちらのシールがありがとうございます。早速開けたいと思います。開けました。開けるとこうなっております。そしてこちらに保護フィールドが入っているのですが、もう自分つけましたので、こちらに保護フィルムが貼ってあります。全部カバーできる保護フィルムですね。とてもいいです。でね、表面にハードケースがあります。渡してみたいと思います。どうしよう、はい、これがハードケースです。とても薄いですね。触り心地もツルツルしてて気持ちいいです。スリスリしたくなりますよね。ではね、これにつけてみたいと思います。付け終わりました。こんな感じになっております。こんな感じです。はいはいはい、持った感じね、違和感ないんですけど、ちょっとケースに隙間があるかどうかわかんないですけど、前後に本体が動いてしまうんですよね。ちょっとカク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 してるのが、ちょっと自分の中ではどうかなと思うんですけど、ボタンの押しやすさは何にも問題ないです。中に入っているものですが、ハードケースと保護フィルム1枚。今回紹介したのはバッファローの、ナノのハードケースです。とても持ちやすく、簡単に装着できますのでおすすめです。色は黒とありまして透明、これからどんどん増えていくのかと思いますので、ぜひバッファローのホームページで見てみてください。はい、ということで今回はバッファロー